ここまでのアランウェイク。休暇で訪れたブライトフォールズで。来てくれてありがとう。ここなら書けるんじゃないかと思ったの。もう聞きたくない。冗談じゃないぞアリス。妻のアリスが消えた。アリス、アリス。大破した車の中で目覚めた俺には1週間分の記憶がなく、闇をまとった敵の襲撃を逃れ、よろしく。保安官と共に湖を訪ねるが、キャビンは島ごと消えていた。なんだって。エピソード2、忍び寄る闇。海外ドラマっぽいな、この始まり方。ニューヨーク3年前。はいはい、昔話だ。さあ、自宅に帰ってきたアラン・ウェイクさんかな、これは。てか、なんかあれなんだね。え、10日分の記憶が消えてた。1週間分。なんか今全然聞いてなかった話。そうだったんだ。ただいま、俺だよ。これは過去の話か。バッチよ、どうだった？めっちゃ吹雪いてる。最悪の天気だよ。コーヒー入れたら温まるわよ。なんかでもお城みたいなベランダだね、なんか。え、すごくないこれ。バイオハザード7ぐらいのなんかヘリないうちにこのベランダ。リンが青いな。ピーマンみてえな色してるわ。やっぱこのね、本書いてるだけあってすごい本の数多い。どうだこれ。おかえりなさい。コーヒーポッツ。長い夜になりそうだけど、写真の出来は上々よ。本当だ、いい写真。だったら君こそコーヒーがいるな。入れてくるよ。ジョンウィックみたいじゃない。写真家なのかな、奥さんは。じゃあなんかめっちゃ写真撮ったら、これ多分奥さんが撮ったんだろうね。原稿拾う。ここにタイプライターがあって、ここで仕事をしてるのかな？アラン・ウェイクさんの仕事は。ダブルカトラス。銃は2個ある。カトラスだっけ？なんだっけ？わかんないけど。ラジオの調子はやっぱこんだけ吹雪いてると悪いっぽいな。長引く下雨と豪雪のため、山州全域に大雪警報が発令されました。都市部でも除雪作業が滞り気味ですので、外出はできるだけ控えてください。ブリザードの暴風域に入ってからすでに3日目ですが、あれだね、お風呂こんなとこにあるんだって思っちゃった。何も言葉が出なかった今。お風呂この部屋と一体化してんのか。どこですかっていうか、コーヒー入れれば。あ、ここか。なんかメモがある。コーヒーメーカーのスイッチを入れる。コーヒーメーカーこれか。スイッチ入れたよ。ありがとう。これでなんとか明日までに仕上げられそうよ。いやでもな、やっぱ仲良かったっぽいな、すごい。ああ、表紙のレイアウト、デスクに置いといたわよ。感想聞かせて。はい。もうできたのかい？ずいぶん早かったな。どうなんだ？仲いいな、でもやっぱり。あ、これだ。あ、これあれだ。いい感じだね。本の表紙のやつだ。まだバリーの手が入ってないからね。今度は絶対いじらせないわよ。前回でもう懲りたわ。バリーっていうのが、あれだよね、なんかあの、話しかけてきた陽気なおっちゃんだよ。あ、はい。めっちゃ走れるんだけど。今見てくるよ。あ、これか。急いでね。なんか本当に暗闇怖がってるよね。今ライトを持っていく。わかった。アラン。大丈夫？はい。ごめんなさい。ただ。なんでこんなに怖がってんだろうね、闇を。心配ないよ。キャンドルを灯そう。めっちゃ。自分でも情けないんだけど。いきなり暗くなっちゃう。なんでなんだろうね。ダメなのよ。うわ、なんかいいね、幻想的。キャンドルつけると。何かお話しして。そうだな。子供の頃は俺も暗闇が苦手だった。よくうなされてね。そしたら母さんが魔法のスイッチをくれたんだ。クリッカーさ。クリッカー。クリッカー。ああ、暗闇でそれを使えば魔法の光が怪物を追い払ってくれるんだ。何のことなんだクリッカー。ライトのことなのかな。これだよアラン、君にあげよう。いい話ね。何これ。今思いついたんでしょ。いや、ほんとさ。愛してるわ。嘘つきでもね。ありがとう。めちゃくちゃ仲いいじゃん。ああ、もう見せつけちゃって。まだゲーム始まったばっかなんですけどね。でもいいとこ住んでんな、ほんとに。高層マンション。ブライトフォールズ現在。気分はどうです。これは警察に保護された後だよね、多分。ありませんか、ウェイクさん。ご気分は。まあまあです。あ、よくなさそう。最悪だろうな。いえ、
大丈夫ではないけど。嘘をつくしかなかった。頭痛や記憶障害を訴えたらアリスを探せなくなってしまうからだ。あとは警察に任せてくださいで終わっちゃうもんね。脳震盪の心配はなさそうですが、大事をとって 2,3 日安静にしてください。了解です。どうも。てかあのさ、怪しい老婆も気になるよね。もし痛みがひどくなるようだったらすぐに連絡してください。了解です。もういいですよ。サラ、いや、ブレーカー保安官が待ってます。彼女は有能ですからね。きっと奥様もすぐ見つかりますよ。本当にそうかな。読む。あ、手配書か。探しています。各種コンテストの上昇者。はいはい、わかるか、そんな見た目だけど。その人が上昇者。お入りください。あ、この人か。携帯電話が見つかりました。ありがとうございます。しておきましたよ。携帯電話を取る。妻の捜索はどうなってるんです？部下が始めています。さあ、何があったんです？よく覚えていないんです。うん、口論の後キャビンを出て。湖のキャビンですか？そうそうそう。なぜスタッキーのスタンドに？事実を話したかったが、今拘束されるわけにはいかなかった。電話？バリーじゃないこれ。すみません、ちょっと失礼。非通知？誰なんだ？もしもし。アラン、どうか助けて。あ、スモーじゃない。サイズには何も言うな。女房に会いたきゃ俺の指示に従え。誰だ？裏の駐車場行け。左のフェンスの穴を抜けて車の中を見ろ。え、誘拐犯？ちょっとした土産を置いといたからな。札を適当にあしらったらエルダーウッド国立公園まで来い。エルダーウッド国立公園。午前0時だ。バカな真似はすんなよ。見張ってるからな。誘拐された？ん？どうなんだ？次は誘拐か？ここは暗すぎんだよ。ちょっとなんか展開に追いつけないわ。あれ？こちらマリガ。ソントンとスタンドに来てるが。カール・スタッキーさんいないんだ。スタッキーはいないな。おば。待て待て待て。ソントンだ。やばい、なんか微妙にこのさ小説と現実がリンクしてるからさ。そこの人、なんだ、明かりを、電気をつけてくれよ。明かりなんて、ここの連中は何も分かっちゃいない。しゃあねえな、つけてやるか。 ありがとうよ。あんた大丈夫だ、いいやつだ。あんたは大丈夫じゃなそうだけど。あ、何かある、原稿かな。なんか広いね、海外の。あ、まあ、一人で入るだけじゃないかもしれないかな、この広さだったら。裏口って、朝日が眩しく、頭痛がした。電話の男は、左手のフェンスを抜けろと言っていた。こういう裏とかにさ、原稿とかありそうじゃない？コーヒーポットとか。あるわ、コーヒーポット。ところどころラジオがあるんだよね。何か意味があるのかな。さて、今夜もそろそろお別れの時間です。今夜？睡眠不足はお肌に響きますからな。ずっとなんか夜のラジオみたいなのが流れてるよな。あ、そっちに行けばいいのか。そっちに行くには、これはこっち側のドアとか行ける？発砲事件が起きたり、パレード用フロートの完成祝いで酔いつぶれた若者がマリガン保安官代理と。ってことはこっち側から何か行けるか。あ、こうか。あ、ここなんか穴が開いてる。蹴る。おい、この音でバレないっていうか。何かあるって言ってた。原稿があって、この車の近くに何かあるのかな。フロントシートにあったのはアリスの免許証だった。脅迫は本物だった。電話の男は駐車場のフェンスを抜けた先に放置された車の中を見ろと言っていた。これだよね。なんでこの警察署の近くで、しかも場所知ってんだろ。これ見張られてるね多分。あ、バリだ。今までどこにいたんだ。1週間も音信不通だなんて。アリスまで心配で心配でとうとう飛んできしまったぜ、こんなど田舎にな。バリー、頼みがある。保安官事務所まで迎えに来てくれ。話はそれからだ。あら、それ一体。アリスをさらった人物と会うためにエルダーウッド国立公園に行かなくてはならなかった。これじゃ保安官に見つかるのもやばいよね。じゃあこれは早々に出たいところだけど、これ戻ったら見つかりそうじゃない。大丈夫ですか？あ、寝てる。あ、作家は物語を暗闇から解き放つ光だ。石を削る彫刻家のように。はいはいはい。無から世界を作り上げる。まだ書いてるよな、あのキャビンで。その世界は崩壊し闇に飲まれてしまう。同じこと言ってるわ前と。
闇の中の旅は長く厳しい。アリスの命がかかっているが、今は集中しなければ。書くんだ。ここでは全てが可能だ。物語を書いてアリスを救うんだ。うん、変わんないね。言ってること。助かりましたよ、サラ。アンダーソン兄弟の外出が皆さんにご迷惑をおかけしてはいないかと。はいはい。私は少なからず心を痛めていたんです。何しろ二人ともあの状態ですからね。うちのスタッフには厳重に注意。じゃあ、もう行きますんで、お疲れ様でした。はい。気分はどうですか、ウェイクさん。なかなかいいです。休養ができたので、もういいですか。まだお話を伺っていませんが。逮捕ですか。いえ、まさか。でも滞在先を教えていただかないと。マジェスティックはゴキブリだらけですよ。エルダーウッドのキャビンは小綺麗ですけどね。そこにしよう。ドクターエミル・ハートマンです。ハートマンさん、あなたをコールドロン・レイク・ロッジにご招待したい。アリスを知ってるのか。ええ、何とかあなたの件でご相談をいただいておりましてね。そうだわ、アーティストを直す人。何の相談だ。私がご招待したんです。私のクリニックは。暴行罪。落ち着いて。おい、そこまでだ。俺のクライアントから手を離せ。あなたは？バーリー・ウィーラー。彼のエージェントだ。ウェイク氏に用があるなら俺を通してくれ。言っておくが、ニューヨークの弁護士は。いや、もう容赦ないぞ。普通に捕まっちゃうけど俺。大丈夫だよ、サラ。心配ない。訴える気はない。ウェイクさん、お待ちしてますよ。一発殴ったのに優しくない？行こう、バリー。気が立ってるのはなんとなくわかるけどね。一体どうなってんだ、アラン。勘弁してくれよ。あのパパラッチの件でまだ懲りてないのか。こういうことが何回かあったっぽいな、今の口ぶりからすると。こらえきれず、バリーには全て話した。さすがに正気を疑われたが、原稿の話には食いついた。記憶になくても俺が何かを書き始めたという点が奴の気を引いたのだ。まあその分多分給与も上がりそうだもんね。誘拐されたことだけは信じてくれた。約束は午前0時。ここエルダーウッドのラバーズ峠だ。それまでキャビンを借りようと思った。なあ、アラン、どう考えてもまずいぞ。やばいって。マジでやばすぎるって。ウェイクさん。お、ダイナーの人だ。会えたのね。いや、ローズ。ちょうどウェイクさんのこと考えてたの。そうか。ラスティにコーヒーを届けに来たのよ。バルコニーでマックスの手当てをしてるわ。かわいそうに。あ、もう行かなきゃ。会えてよかった。じゃあね。あ、気あるね、バリー。マックスって？マックス誰？いいなもんだ。おいおい、そうとんがるなって。まあそうだね。彼女はでも熱烈的なファンが好きじゃないっていうのは言ってたけどな。いい子だし、それに何よりお前のファンだ。ファンサイトだって運営してんだぞ。へえ、そうなんだ。お前を探すのも手伝ってくれたしな。それにしてもだな、さっきの話はひどすぎるぜ。お前が誰かを撃ってその死体が消えちまったって。うん、本当だよ。俺もびっくりだよ。また寝てないんだろ。いや、薬か、それとも酒か。まさか。いいか、バリー、丸一週間だぞ。アリスがさらわれ、俺は記憶を。その手の話が人にどう聞こえるか分かってんのか。いや、だからそれ喋れないね。小説ならいいぞ、またまたベストセラーもんさ。けど現実と虚構がごっちゃになっちまったら間違いなく病院行きだぜ。それはちょっとその気あるよね。待っててくれ。あとは、キャビンを借りなきゃいけないな。ラスティに話しかける。よーしよーし、もうちょっと。大丈夫ですか。もしかな、ラスティ。いや、ラスティ、キャビンを借りたいんだが。ああ、ウェイクさん、すみません、今ちょっと手が塞がってまして。デスクから申し込み用紙を取ってきてもらえませんか。マンモスの迎えです。マンモス、マンモスなんていた？マンモスの向かいです。マジで誘拐犯に会う。マンモスいるわ。そいつは絶対まずいぞ。まずいけど行かないといけないしな。まずいぞとこのマンモスをちょっと重ねてる、もしかして。これかな。警察に任せろよ。アリスは俺の妻だ。俺が決める。いいから待っててくれ。ダメだ。いいか、よく聞け。お前は頭を打ったんだ。話途中で止まっちゃった。はい、これです。これでいいのかな。では鍵を。これで手続きは完了です。ありがとうございます。できて光栄です。あとラバーズ峠への道を聞きたいんだが。ええ、もちろん。遊歩道の終点です。最後なんだ。ってことは森を抜けなきゃいけないんだな、じゃあ。楽なコースですし、おすすめですよ。
了解です、ありがとうございます。ただそこの終点に犯人がいるのか。見事に引っかかったよ、最高だ。ははー、大笑いだ。すげえよ、マジでビビったからもう勘弁してくれ。何の話なあ、アラン、信じろってのが無理な話だろ。死体が消えちまったなんてよ。いやもう俺も信じられないもんだって。光を当てなきゃ弾が当たらんだと。そうなんですよ。そんな話人に聞かれたら隔離されちまうぞ。もう一切主人公答えないね、アランさん。でもそれが現実なんですよ。やばすぎるって。なあアラン、警察に行こう、もしくは FBI だ。アリスはどうなる。危ないって。議論の余地はないんだ、バリー。俺はラバーズ峠に行く、一人でだ。オーケー、オーケー、分かったよ。けどな、親友としてお前が心配なんだ。俺に何が手伝える？もし俺が朝までに戻らなかったら通報してくれ。頼むぞ。大丈夫ですか？地元の連中には用心しろよ。こういう田舎町に限ってヤバい連中が多いんだ。よそ者を毛嫌いする奴らとかな。みんな結構優しそうだったけどね。さあここで何か装備があるのかな。銃の弾とか、あとは、まあ、コーヒーポットもそうなんだけど、バッテリーとかあるといいけどな。懐中電灯のん、バッテリーを取る。ありがとうございます。言った通りくれたわ。じゃあのちょっと明かりもったいないんで電気していきますね。もう寝てください。あ、ここでバーベキューができる、バーベキュー機がある。いやこれ霧濃いな、ちょっと先は見えないぞ。俺は待ってるよ、ここは俺に任せろ。頑張れよ、無事を祈ってるからな。鍵はかけんなよ。鍵かけるぞ。でこういうところもクマ出そうだよね。これは乗ってきた車だよね。いい車乗ってんな。原稿拾う。特にこの中には原稿以外はなさそう。使う？あ、車乗れるんだ。あ、乗れないわ。ビジターセンターはそう遠くない。どの道車で森を抜けるのは不可能だった。確かに警察に話すべきだったし、うん、無謀と言われても仕方なかったが、バリーの態度も腹に据えかねた。犯人は大胆にも保安官事務所にいる俺を脅迫してきたのだ。アリスをさらったのはそういう連中だった。絶対ヤバいやつらや。これは？あ、この先か、ビジターセンター。なんかすごくない？カラスの今の声のデカさ的に。なんか民族的な何かが鳴ってるけど。お待たせしました、皆さん。約束通りネルソン先生がスタジオに駆けつけてくれました。リボルバーの弾をゲット。予定ね。あ、私がなんかいない。計画的な人間に見えますか？見えません。いたよ今。アラン・ウェイクさん見たよ今。あれ、もういるね今回も。やっぱりやつが映ってくるね。ただ明るいところが近くにあるってことはこの先に出そうな予感がします。あ、終われちゃった。この先お前に明るい場所はないと。これ滑落注意だね、ドロップハザード。まあ、何人もここで落ちた人がいるんだろう。うわ、下すげえ、すげえ川。ここの電球が割れたけど、また心当たりで出てくる可能性が高い。だから道中ちゃんと一応この音は何かが出てくるのか。家の中でも出てくるようになったら結構しんどいけどな。蹴る。なんかもう使われてないキャビンなのかなこれは。あ、これ難しいシリーズだ。犯罪が現代社会の病だ。刑罰はその特効薬だ。お、何かある。あ、違うわ、スイッチかこれ。だが罰することもできない。ラバーズパーク。この、どっちにしろこのまままっすぐだな。この上にも何かあっ
て、そこでは何かが光ってる。原稿かな、あれは。高いところに行って何かがありそう。あ、原稿だ。原稿今回多くない？すごい頻度で手に入れてるような気がするけど。そこだけ拾ったら一回原稿見てみようか。意外とこの話とさ、リンクしてる部分もあるんだよな。ダイナーに潜む闇、サドンストップ。誘拐犯がとどめの一発を撃ち、え、最後の影が闇に消えたな。ちょろいモンサー、こいつがアリスをさらったのだ。はいはいはい。そう考えただけで虫図が走った。俺たちはラバーズ峠の展望台にいた。やっぱこれお話の中で、ね、瀕死のラスティ。ひどい悪臭が漂っていた。ラスティは咳き込みながら血を吐き続け、不自然な角度に折れ曲がったその足に俺は目を奪われた。え、ちょっと待って、なんかとんでもないことになりそうじゃないこれ。なんかラスティはあれだし、誘拐犯ともなんか対峙するし、やっぱこの原稿の話は通りになるよね。あ、なんだ。幻影はひどく答えた。え、上すごいことになってない？あ、ラスティじゃないこれ。ラスティ待ってろ、今行く。どうしたどうした。助けてくれ。あ、車が、え、ラスティ、助けてくれ。あ、これさっきいたとこだ、これ。助けてくれラスティ、大丈夫か。あ、これ大丈夫、ビリビリ。これ当たったら死んじゃう。お、やばい、ラスティやばいよこれ。あ、もう足が、ラスティ。ウェイクさん、どうした？クマにやられたかのような。なんてこと。あの原稿に書かれてた通りのことが本当に起きたんです。真っ暗で事務所に明かりを、ここに鍵が。え？わかった、ラスティ。待ってろ。すぐ戻る。大丈夫か。何者の仕業であれまだ近くに潜んでいるはずだった。ラスティが見つけた原稿に事の成り行きが描写されていた。なんでラスティ襲われたんだこれ。これのことだよね多分。ビジターセンター内の空気は重く、あの原稿に書かれていたことです。何かあるか。ローズとラスティ。ラスティの気持ちには当然気づいていたし、ローズも彼が好きだった。大好きだったと言ってもいい、はいはいはい。これまでに知り合った誰よりも優しく、とても大事にしてくれる。ローズといい関係だったんだ。お互い思ってるけど、でもなんかそういうことではないみたいな終わり方だったよね。電気をつける。ラスティを守るにはブレーカーを戻し、電気をつける必要があった。ブレーカー、あ、痛い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 。やっぱりブレーカーってどこだ。あ、でもブレーカーは家の中にあるのか。この奥とか開いてない。あ、この中かな。こっちか。ここだけ明るい。あ、これキッチンだったけど、ここにブレーカーはない。ないな。もう閉まってるんだよね。いい子だ。ブレーカーってどこにあんだ。ちょっと離れたとこにあったりするのかな。パークオフィス、こっち側か。鍵を開ける。あ、ここっぽいな。じゃちょっと開けさせてもらいますね。また原稿がある。これも事の成り行きか。未発見。危機一髪というところで攻撃をかわし身を伏せた、はいはい、斧が木の幹を裂く。そのまま俺は眩しい光の中によろめき出た。なんか光の中は安全ですよ的な話だね。さあ、ブレーカーをつけなきゃいけないんだけど、あ、これはバッテリーと弾はでかい。ショットガンとかもなくなってんだね、もちろん。あ、斧だ。ブレーカーはされてる。これでは電気をつけようがない。斧持ってこうぜ。あ、ちょっとラッシー、ラッシーさん、ちょっとラッシー、ラッシーさん。そんなもの何に押されてんだよ。周囲に飛び散ったオイルのシミが液化した闇のように。
はい、生きてるラスティ。うわ、めっちゃ引きずられてない？どこまで行ったこれ。この奥か。壁に巨大な穴が開いていた。こっち？ラスティ？餌を与えないで。ラスティどこ行った？穴が開いていて。釣りをする場合はチケットを購入してください。この先にいるよね。あ、上だ。あ、ラスティだ。めっちゃ光当てられてる。ラスティ？どういうこと？ラスティ、ラスティ、寄せ寄せ。人物と適切な距離を取る。不要に近づかないよ。ラスティ、ヘッドは必ずリードにつないでください。ラスティ、ちょっとどこまで行くの。危ない。ラスティ、ラスティどこ行くの。すごいラスティ動くんだけど。はい、まだか。これで追っていけばいいのか。どんどんよし。なんかごめんな。あ、なんかごめんな、ラスティ。めっちゃ弾あるし一回も攻撃受けることなく。何してんだ。はい、 OK。 何だったんだ一体。ラスティが連れ去られてたと思ったらラスティが襲ってきた。登場人物でラスティが襲われたのに変身するなんて書いてなかったぞ。一体どうなってんだマジで。え、でもこのなんか助けようとした人が襲ってくるパターンって初めてだよね。めっちゃ疲れてんじゃんウィークさん。あ、キーが。まだ何かいるよね。さあ、この先ラバーズ峠の最後まで行けば多分真相がわかるんだろう。あ、電話だ。はい。なんだあれや。窓の外に何かいたぞ。いるんだよ。気のせいさ、俺の妄想なんだろ。なんてこった、なんてこった。妄想だと思いたかったが本当だったんだな。本当ですよ。そう言ったじゃないですか。キャビンから出るなよ。絶対にドアを開けるな。いいな。絶対にって言うとすごい振りに聞こえるんだよ。ラバーズパーク、あ、こっちだ。こっちだけど、あー、あれ、なんかすげえやっぱ景色いいわこのゲーム。ついこう止まってみたくなっちゃう。あ、これはフレアガンの予感。あ、違うわ。ただこの先森だからさ、結構やばそうじゃない？大丈夫ですか？あ、何これ。餌を与えないでください的看板。ラバーズパークは右なんだけど、左にも何か道があるよね。ラバーズ峠は遊歩道の終点だった。ムーンシャインケイブ。ムーンシャインケイブ行かない？ムーンシャイン、月。月明かりの洞窟的な。え、なんかあんのかな。あ、待って、あるー。あとこれね、いいアイテムあるパターンですわ多分。この先、あ、右側行けって。ムーンシャインケイブ、ムーンシャイン洞窟。禁酒法時代1919年から1933年、酒の密売業者の拠点だったこの洞窟は主にカナダから密輸した酒の一時保管場所として利用されたが、時には酒の密造も行われていたと。へえ、そういうとこあったんだ。いいね、こうちょうど月明かりが入って幻想的だわ。ショットガール、そしてフレアガンもあると。まあ道中は基本的にハンドガンでいこう。でライトも結構余ったから、まあ、どんどんリロードしていっても多分問題はない。
まあ、ナイトメアとか一番難しいやつやったらやばいんだろうけど、これウェイクさんさ、走ってるときだんだん疲れてくるけど、これスタミナゲージとかってないもんね。このウェイクさんをしばらく休ませてあげないといけないんだ。あ、ここにも一応あったんだ。この先あるよ、この先あるよマークある。お、これ来るか。あ、来そう。なんか電話あんだけど、あ、います。当たってない、痛くそう。相手、え、あ、あ、どうも。あー、結構足早いんだね。光を当て続けないと、やっぱ。危ない。早く、リロード。強い。待て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 。あれ、カメラアングル良くないよね。今、後ろから来てるなんて言わなかったじゃん、だって。あの悪意あるカメラアングルを許すな。あ、体力は自動回復していくんだ。で、明るいところに行けばもっと早く回復できますよって感じか。この橋落ちると思わない。あれ、こっから来たんだっけ。違うな。この道迷っちゃうよ、こんな。チェックポイント。ラバーズ峠は左ですが、右にも何かがある。ああいうなんかさ、いいアイテムとかあるかもしれないから。もう原稿。素晴らしい。ちゃんと体力が回復してから次のポジションに行くっていうのも大事かもしれない。あ、これあれだ。また免許証あるんじゃない？次はウェイクさんの。なんかいるな。何の音これ？何かが迫ってきてるような音なんだけど。何の音これ？すいません、これ何の音ですか？霧が濃くなってきたってこと？もう行ってみようか、この先。ラバーズパーク。迷うからまっすぐ行った方がいいのかな？ここはちょっと明るくなってるわ。誰も出てこないんだけど。あ、ここでもショットガンが手に入ると。なるほど。あそこで取り逃しても大丈夫なんだ。カーフサベニアショップ、サーベニアショップ。この先にショップもあるんだ。あ、この先絶対出ると思わない。ザ・グレート・オールド・ワン。おーい、まだか。固くね。硬い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 。ヤンキーいます。あー、もうちょっとバッテリーがね、良くないね。近い人から狙ってこう。で、これちゃんとこういう人にもバッテリー当てて、で、目がくらんでるときにこれでいけると。はい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 、なるほど。近い人から順に処理していく。でもめちゃくちゃ硬い人がザ・グレート・オールド・ワンから出てきたんだけど。落雷で倒れたこのロッキーマウンテン・ダグラスファー、まあ樹齢200年以上、すごくない？ 66 メートルで地元の伝承のように星に届くことはなかったが、それでも記録的な高さを誇る。これが落雷で倒れちゃったんだもんね。もっとでかかったんだ、じゃあこれ。いや、すごいな。なんか、これはさすがに人工的なものなんじゃないの？この感じは。落雷でこんな真ん中だけくり抜かれることはさすがにないと思うから。全員なんか遠距離武器持ってない。ちゃんとリロードさせてもろて。はい。でもこれ結構なんとかなるんじゃない？ライト足んないか。これ追いかけっこして
ライトの接着しよう。はい。この自動回復するライトって何なんだろうな。太陽光もほぼないだろうし。なんかこの先とか原稿を置いてありそうじゃない、この縁とかにさ。さすがにそんなことないか。あ、誰誰誰、変な人来たんだけど。危ねえ。はい、危ねえ。ここ、なに、この達人の前。危ねえ。ちゃんと、かわいい。この木を挟んで。よっしゃ、じゃあ電気全開して、いきますか。ありがとうございました。何もないのに襲われたが、後方から出てくる感じだったのかな。てか冷戦続いてない、もう弾ないぞ。弾拾いに帰りたいな。ここらで補給したいところだけど。あ、なんかね、6発入れないと倒せないやつが結構やばい。あそこになんかありそう。いやー、光安心するわ。消えないでね、起動する。あ、違う、あのスペース押しちゃった。いつものいつもの癖でごめん。この形を見るとスペース押したくなるんだ俺。これ来た道帰らなきゃいけないのも嫌だね。よっしゃ、弾、また壊されてるわ。連絡も取れないと。で、弾を置いてってくれたっぽい、優しい。お、原稿だ。いやでもあれ以上の人数はさばけないと。え、ベアアラートなんだけど、これさ、あの闇をまとったクマ出てきたら無理やんな。100発ぐらい撃ち込まないとやれないだろ。この先にもなんか道っぽいのがあるんだけど、お、誰。あー、でかい人たちだ。これはちょっと一発で使うか。これはなるべく、あ、いっぱいいるわ。ちょっと待って、あの人たちなんかすごい。あー、痛い痛い。あー、痛い、ちょっと、あー、死んじゃった。ちょ、ごめん、位置悪い、位置悪いわ。2発しかないけど、これ多分使いどころだと思うんだよな。なんか複数にいるんだろ。あれ、なんか出てくるとこ違くない。もうちょっとまとまってまとまってきて、ここかな、こうか。はいはい。で、あとはハンドガンで、はい、やばい、あぶ、なんか避けた。いいよ。で、ここでちゃんとはめといて。あー、足んねえ、ギリギリ。もうちょっとだか。はい、はい、オッケー、ナイス。思いのほかフレアガンでまとめていけなかったな。いや、もう弾がないよ。一応フレアガンもリロードしとこう。これビジターセンターとか後ろでカフェ。まあ、正面ならまっすぐ。これ弾足んなくなるくない？なんかある？絶対こっちじゃないと思う俺。またなんかボーナススポットが欲しいんですけど。うわ、何もない。弾を恵んでいただけませんか？リボルバーの弾が欲しいんですけど。結構近づいてきてんじゃないかな。何これ、なんとか釣り、どういう意味なんだろう。ラバーズパーク、左がラバーズパークだから。あ、でもこれ通れなくない、いけないよねこれ。ってことは、迂回しなきゃいけないのか。ハイキングトレイ。あ、何あれ、
野菜チップスみたいなのがあるわ。なんか年輪を見るやつかなこれ。この年輪標本はオレゴン条約が調印されてから1846年に植樹された一本から切り出された。この年輪が刻まれた年月の間には以下の出来事が起きている。ワシントン州が成立。はい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 。まあいろいろあったと。で結局87年に嵐のため木が倒れてしまって年輪の標本になったと。なるほど。一発撃っとくか。やべ弾ねえ、あと5発しかねえ。こんなことしてる場合じゃない。なんかあんのかな、体当たりしたらなんかもらえるとかない。ウェイクお前体当たりしたな。いやこれ年輪表はいいんだけど、いけるとこなくないか。なんか強引にいける、意外と。あ左に、左なんかあるわ。ごめんごめん見逃してたわ。さあ原稿拾う。ちょマジで次出てきたら終わるよ俺。ケーブルカーだ。あケーブルカーが動き出した。さあここに地図があって、まあ、ケーブルカーにきっと乗らなきゃいけないんだろう。この間後ろから来るとかじゃないのこれ。ただ奥にはいないな、とりあえず見てる感じ。闇の人たち。え、こん中で襲われたらまずどうしようもないよ。いけます？じゃ、はい。いや、怖え、こんな落ちるやん、こんなん。大丈夫？今だったら考えられないようなさ、あんね、ダメだよ、マジで。なんかいる？こんなとこで止まられても。あ！大丈夫だ。あ、いや、大丈夫じゃないか。やばくない？あ、大丈夫だ。危ねえ。あ、来てる来てる来てる。ちょっと。これフレアガン？ないと。あ、やばいって、それ取られたら。あ！待って。あ！フレアガン、誰？あんた誰？強そう。はい、行くぞ。また来るぜ。ありがとうございます。誰？そんなおもちゃじゃダメだ。発煙筒を使いな。ありがとうございます。発煙筒？クリアガンの手投げ版だよね、きっと。誰誰誰誰誰？地元のレンジャーの人か。そりゃ見えるさ。ほら行くぞ。なぜだ？そういう筋書きなんだよ。ああ、この人もあれなんだ。はいはい、はい。銃がないんだ。登場人物なんだ。俺が持ってる。お前はライトで奴らを照らせ。いや、いいやつでもないのか。見覚えがあった。フェリーでアリスを見つめていたやつだ。あ、いたわ、いた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 。お前を知っている上、この道はラバーズ峠へ続く。ミリタリーさんね。俺は確信した。こいつが誘拐犯なのだ。急げ、ウェイク、遅れな。これで発煙筒使えってこと？あれ？発煙筒でもなんか投げられなくない？あ、いた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 、誰誰？おお、そう来るかよ。あ、ちょっと危ねえ。発煙筒、発煙筒の使い方が、お前お前下手くそやな、マジで。なんで俺だけ狙うの？発煙筒はじ、あ、すみません、あの発煙筒の投げ方が教えていただいていいですか？見えるさ。ほら行くぞ。ちょっと待って、発煙筒、あ、真ん中を長押しで発煙筒使う。なるほどな。だが行くぞ。銃がないんだ。俺が持ってる。お前はライトで。俺が全員ぶっ殺してやるよマジで。男には見覚えがあった。フェリーでアリスを見つめていたやつだ。俺の名前を。その時から計画したんだ。この道はラバーズ峠へ続いている。俺は確信した。こいつが誘拐犯なんだ。おさ。急げ、ウェイク、遅れな。こういうことか。はいはいはい。ほいよ。あ、で、これで聞くようにしなきゃいけないんだ。あ、なんかいる。あ、ちょっと。いった。あの、結構あれなんだね。ダメージが入るわけじゃないんだね、クリアガンの時みたい。ちょっと。はいはい。早くやってください。あ、危ない！いて！はい。だいぶ弱らしてるよ。あなた。あの奥
の人だけ。いいよ、切れてるよ、エイム。いいよ、ナイス、やりゃできるじゃねえか。絶対俺が銃持った方がいい。あ、誰誰誰誰誰はい、じゃあちょっと発煙筒を殺していただいて。ただつ棘はこの上だ。俺が剥がすからそこの発煙筒で奴らを抑えとけ。はい、銃を貸せ。そりゃ無理だな。ふざけるな、銃を貸せ。つべこべ言うな、早く追っ払え。なんか倒せないからな。めっちゃ来てるって。これちょうどちょうどなんか投げ物が当たらない位置にして、で、こうか。はい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 、発煙筒で、これでちょうどここの機関で、こうか、こうか。はいはいはい、おい、行くぜ。じゃあね、先行くわ。頑張れー。何言ってんだ。やつはどこ行った。気が抜けたってか。余裕じゃねえか。いや、余裕だった、マジで。この人余裕じゃなさそう。なんか道中死にそう、この人。なんかもう辛そう。気のせいか。なんか歩き方がもう辛そうだったような気がするけど。あ、ほんとだ、ハート。恋人たちの峠だから、ラバーズ峠なんだろうけど、まんま名前の通り。え、ここでもう何もなくない？これ最後の場所なの？最後の光線だ。発煙筒はたんまりある。とにかく片っ端から片付けるぞ。銃をよこせ、来るぞ。本当だ。あー、ポットある。そりゃ無理だね、筋書き通りにやるよ。すいません、コーヒーポッツが、コーヒーポットが俺の、俺を呼んでる。これのためにコーヒーポット、コーヒーポットを取るためだけに使う男。これは多分石をやって、そこ投げ物とか投げてくる人用に、一応こういうやってやるけども、やるけども撃つのはあなたの仕事なんで、この人の後ろにいればいいんじゃないか。遠くから援護しよう。あの、エイム悪いっすよ。早く。おいおい、いいね。はい、次よ、次。あ、なんか後ろから来てるよ、なんか。これね、これ一旦これ使わせてもらって、俺はこっち行くわ。頑張れー、応援してるよ。はい、いいよ。抜かれてますよ、一人。はい、痛い痛い痛い。はいはい、こっちこっちこっち。はい、いいっすよ。エイム良くない。ナイス、また来たって。はい、あ、危ない。あ、なんかでかい人いる。こいつは強い、こいつは強い男。いいぞ、行け、行けるって。あ、なんかいて、まだいる。この近くでこれ使わないとやばいか。はい、ナイス、いいよ。もう一人リロードして、大丈夫よ、リロード。はい、ナイス。あとはこいつを、いけてるよ、いってるよ、ナイス。で、終わりっぽいけど。やったぜ。もう芝居はよせ。アリスはどう？知ってんだろ、アリスのわしは。そう来ると思ってたぜ。原稿通りだ。すげえ作家だよ。大したもんだ。あんたならとんでもない怪物を生み出しそうだ。ちゃんとした編集がつきゃな。一体何の話だ？何の話だ？アリスはどこだ？原稿を全部よこせ。でなきゃ女房が苦しむぜ。貴様、あ、ちょっと、これはやばいんちゃうか。あの銃が取り返せる可能性あり、ある。
銃探してるね。あ、逃げた。ただ撃てない。撃ってしまうと場所が分かんなくなる奥さんの。原稿を渡さねえと後悔するぜ。待て、戻ってこい。アリスに手を出したら殺すぞ。おい、戻ってこい。足早くね。奴の狙いは原稿だった。何か特別な力が宿っていると思い込んでいるのだ。原稿落ちてるし。俺は原稿など持っていなかった。いや、持ってる持ってる。結構ある。次の手を考えなくては。アリスのためだったらこの原稿あげるよ。そんな読んでないし。いや、怖っ、こんなとこ行くの。急なチェイス始まった。一緒に闇の軍勢と戦った仲なのに、まあ、銃取られたけど。なんかほんと価値があると思ってんだね、この原稿に。でも原稿で書いたことがさ、本当になるって分かったら、でもすごいことだよ、なんか。自分の思い通りのことを書いてもらえばさ、いくらでも何でも手に入っ。なんだなんだ。あ、なるほどな。トラッパーの罠な。なんかさ、俺アイテムだと思っちゃった、今。こういうのもあるんだ。なるほど。余裕で、ウッキウキで俺何のアイテムなんだろうと思って見ちゃった。こういうのも気にしなきゃいけないんだ。今左手になんかいたね。え、すごい分かりやすくない、この罠。いや、それ引っかかったんだけど、すげえ光ってる。この先何なんだ。この先にもなんかあるし、後ろにも道あったよね。こっちは道違うのかな。こっち合ってるような気がしないんだけど。あ、何もないわ。だって一応罠あったよな、そこな。普通に違うとこやん。だだっ広いとこ。俺だって罠あるもん、あそこ。なんかあるだろう、ここ。あ、あそこ何？これ意味深じゃない？あ、意味深じゃないわ。普通や、普通。わあ、なんかこれ、おあつらい向きに、罠仕掛けてありますよ、マークある。危ねえ、もう一回同じ罠踏むとこだった。この先左だ。こっち行かなきゃいけないんだ。何この光具合。なんか意味あんのかな。あ、関係ないわ。あ、え、光ってなかった今。ずっと光ってなかったって。あ、痛い。痛くない。いやらしい。え、光ってなかった今。ねえ、光ってなかったよね。痛いよ、まあ、ウェイクさんの足ぐちゃぐちゃよ。これでも戦闘中だったら引っかかっちゃうの、これ。あとこの電灯の光がいい感じに当たると見えなくなる罠。あ、待って、何その原稿。あ、取れたわ、普通に。よかった。ジャンプ失敗して飛び込むことだけはしたくないよね。弾結構余裕あんな。だいぶ道中拾えたような気がしたけど、なんか人の声が聞こえたような気がした今。ウェイクさんのウェイクさんのプルプル移動、キーボードあるある。あ、それ原稿か。また急に罠なくなった。なんか来たわ、来たわね。銀行じゃなかったし、あなた一直線にありがとうございます。これ連打するとね、リロード早くなるらしい。はい、案内か。まだいる？あ、もういない。わー、あ、今いた？そうか、人影が見えたような気がしたけど。あんま前行くと急に後ろから何なの。この人に襲われてさ、今多分正面で何かが起きたんだろうけど見えなかったんだよね。やめて、ちょっと進んでる最中にそういうことすんの。何もないか。結局ショットガン使わなかったな、そういや。使わずになくなっちゃった。ここなんか出そう。
大きな箱があって中は何も開けられない。何かをするとこの先に行けってことなんだろうな。あ、出てきた。これは節約しよっかな。あ、足んないかも。あ、いけた。はい、え、まだいる？もういないね。あ、でかい箱なんの？すげえ気になるんだけど。あ、この先は何もないからそのまま、なんもないね。そこを、あ、いや、なんかあるわ。こういうとこにいいアイテムあんのよ。あれ？これ普通に木の上。あ、なんかいる。誰？長くない？はい。いや、これ、場所良くないな。はい。で、これで、あとは。ナイス。いや、この二人がいたってことは、何かしらあるだろう。起動する。はい。あ、これは電気が作れるようなのかな。アイテムを取りの、ショットガン欲しいな。さっきの人たち来る可能性あるし。コーヒーポッツ。なんか今足元に、なんもないわ。なんかあるかと思ったんだけどな、今。で、原稿と。あ、ライフルある。よしよしよし。あれ、ライフルだっけ？あれ、ショットガンじゃなかったっけ？ライフルの方が多分、単発だけど、ハンドガンより、てか、リボルバーより威力が高いっていう、多分感じだと思われる。あれ、さっき登った先がここだよね。多分。俺はすげえ大回りしちゃったけど。あ、そうだわ。じゃあ、こっち行こっか。こっち側にも道が上に続いてるけど。これは何か意味があんのかな。なんかすごいこっち気になんない？降りちゃったらそこで終わりだから、あ、こっち側からも降りれるわ。これ降りていいとこなのかな。あ、痛いわ。でもあんまり食らわない。え、何これ。確かに墜落する音を聞いたのだ。ついさっき聞こえたはずなのに、その機体はどう見ても数十年が経過していた、うん、背筋に悪寒が走った。やばい、これ見たかったのに見れなかった。え、でもこんな、なんかいつの飛行機よ。まあ、多分中に何かあるんだろう。はい、動いてますよ、ウィクさん。あ、これも帰れないわ、ウィクさん。え、これな何のためにあるもんなの、これって。これはただ飛行機が墜落したよっていうだけのサイン。なんか中にさ、なんかアイテムがあんのかなと思ったけど、別に何もなかった。え、発煙筒こんなとこに。まあ、この先出るってことじゃん、これ。この飛行機もワンチャン見逃す可能性あるしな。出たな。何その動き、警戒なステップ。あ、一発はライフルだからだ。もったいね。自分でびっくりしちゃったもん今。なんで一発なん。はいはい。どうしよう。でも、あとちょっと、もうちょっとだよね。はい、ナイス。危ない。2発だな。貫通してきたんだから。もうちょっと
いえ。岩を貫通する。なんか斧みたいなの投げてきた。さあ、アンチ作るよ。この先にはライフルの弾とリボルバーの弾と。多分さっき一緒に戦ったやつがこの後闇にまとってきそうな予感。あ、奥に何か建物があるわ。これはこの先ではないの？こっちか。そこの丸太の上か。あ、このまま真っすぐでいいのかな。樹木が倒れてるところ。コーヒーポッツ、誰こんなとこ置いたの。なんかあれだ、水力発電みたいなやつあるけど回ってないわ全然。あ、不意に来るねあんた。うわ、これ硬い。これはもう大丈夫。なんかモヤモヤもなく急に現れるキャラもいる。ライフルこれもったいないから使ってないけど、どんどん使ってた方がいいのかな。多分ボス戦だと思うんだよね、そろそろ。この家の中でもこれいるのかな、アリス。こんなところに誘拐犯がいるとしたら多分建物の近くだと思うから。待って、大丈夫？これ。これ大丈夫じゃないの？これ。大丈夫だわ。意外と耐えた。あ、ちょっと違う違う。ウェキさん？ウェキさん、反動。どうしたの急に。せめて捕まるとかもなく、流れに身を任せないで、ウェキさん。あ、ウェイクさん？で、こっち飛んで、ウェイクさん。ちょっと食らうけど。危ないからそっち。気をつけてね、ウェイクさん。足元注意よ。ん？何この泥みたいなもの。なんか、あれだよね。石油みたいな。石油みたいなの転がってるけど。何これ、これは何なんだろうね。あそこにも置いてあったよね、一番最初。保安官事務所じゃないわ。なんかあそこのね、ラスティと初めて会ったところにも落ちたけど、これはどういう意味なんだろう。何か今後関係することなのかな。そしてなんか上に上げるリフトのようなものがあったけど、これは何に使うんだろう。何か謎解きがありそうだね。あ、で、代わりにそれが上がって跳ね橋が上がるのか。なるほど。やべ、こういうのってさ、むずくない？あ、大丈夫だ。一発でいけた。絶対落ちる人いると思う、ここで。これ踏んじゃうとなんか食らうとかっていうわけでもなさそうだしね。何なんだろうな、これ。これはボス戦のヒントなんかもしれない。発煙筒を取る。で、コーヒーポッツと発煙筒が2本。フレアガンはないのか。発煙筒を使うことだけ覚えておこう。さあ、どんどん上。でも人の気配ないよな。気になるから全部ちゃんと書いておこう。こういうのって気にならない。なんか1個やったら全部やりたくなるよな。もうないよな、黒い塊さん。ん？何かこう木箱がいっぱいある。これライフル使おうかな。まだ早いか。2発なんだこの人。1回で3発分の威力なのかな、リボルバー。
なんて書いてあるこれ。ザ・ダークネス、なんてことだろう。ダークネス、なんとか、ヒアフェイス。どういう意味なんだろう。あ、なにこれ、ライフルだ。ライフルはいらないのよ、日本も。ライフルじゃなくて、ライフルの弾が欲しいのよ。あー、原稿ちゃん。隠すね、ちょっと。原稿ちゃん。でもこれ原稿ちゃんこれ取ったらさ、もう出られなくない？これ。これ取ったら最後の予感しない？大丈夫？チェックポイントからやり直すことになんない？これ。あ、こっち？あ、こっから出ろって。これでもしゃがむとか、あ、違う、木箱に乗んのか。ウィークさん、ウィークさんをジャンプで全部なんとかしようとする。手を使えばもっと楽に登れるのでは。さあ、こっから多分やばい。やばい予感。ライフルまで取らせたってことは、そういうことよ。あ、ちょ、ウィークさん？え、むずい、遠くない。え、あ、硬いマンか、これ。両方硬いマンを、やらないと。待って。硬いマン。はい。危ない。え、硬いマン？あ、それ一発外しちゃったな。硬いマンのタックル一発でめっちゃ削られたが、二人は強えな。え、今後こんなんめちゃくちゃ出てくんの？やばくないか。ライフル温存したからまだよかったけど、これ使っちゃってたらあいつ多分倒すのに6発12発いるから相当やばかったと思う。リボルバー、リボルバー、あー、リボルバーの弾でも使ってた方がよかったか。キャンプグラウンズ、そろそろ終点のような気がするけど、いや、あそこが終点。ちょくちょくさ、画面に出てたんだけど、あの電波塔みたいなのが。最後は危険な仕事だ。誰？あ、なんかチェーンソーみたいな音しない？あ、これ硬いマンの親玉だ、多分これ。効くのかこれ、っていうか一応闇剥がれた。まだ剥がれてないね。これ全部使っちゃおう。あ、いや、そんな硬くないわ。はい、この人もう撃てんのか。何やったら。これなんか、大物感出しときながら、そうでもない。なんすか、ちょっと、強いと思って、ライフル使っちゃったんだが。何その、俺結構やるよみたいな顔して、普通にライフル2発で倒れちゃう人。納得いかねえな、なんか。つわもの感すげえ出したのに。もったいないな、今の。3発節約できたから、今ので。エルダーウッド。お、電話だ。多分これ誘拐犯じゃない。バリか。バリ。ああ、ポーチが取り逃げだ。まるでヒッチコックだぜ。見つからないよ。すぐに戻る。絶対ドアを開けるな。当たり前だ。フリじゃないぞ。隠れてろ。今向かってるからな。電気を消すなよ。あ、でこれ一周して帰ってきたんだ。なるほど。これでもキャビンの近くなのか。なんか見覚えあるかも。バリーが待つキャビンはまだ先だったが、ようやく森の外に出た。さあ、発煙筒かなこれは。あ、バッテリーか。オッケー。ライフルの弾欲しいね。すげえ明るくないこれ。ハロスやばいって。ガレージから車を出せれば、バリーの待つキャビンへ早く戻れる。ヘッドライトも重宝しそうだった。うん。ってことは、どこかに、鍵があるのかな。クローズド。
クローズと言われたら入りたくなるトイレ。あ、紙。あ、難しい、難しい話。あ、違う。これ気になるから聞こう。この些細な変更でも連鎖反応を起こし、全てに影響する。登場人物たちはリアルでなければならない。エピソードは物語の流れに沿っていなければならない。たった一つのミスで魔法は失われる。物語は崩壊し、アリスが死んでしまう。でもまあ多分道中落ちてる物語はこのなんか画面に出てるウェイクさんが書いてる話なんだとは思うんだけど、なんかすごいよね。どういうことなのかね。なぜ彼がこういうことを書いて、しかもなんで自分がもう一人いるのかっていうのも不思議だし、謎は深まる。これはどこかで答えが出てくるんだろうか。道中ガレージの鍵を取ったら車をでもこの後運転することになるのか。なんか元からなんでついてんだろうっていうか、ヘッドライトとか乗ってた形跡があるってことだもんね。ラスティ借りていくよ、これ。あ、これ、ここでいいのか。あ、バックとかもできるんだ、ちゃんと。はい。あー、これバッテリーがあるんだ。なるほどね。これ倒す意味あるんだろうか。あれ？この先行ったらいいんだよね。あ、ごめん、これ、いけるって策定してない？車はボロボロなんだが。これ、これ何ゲーこれ。これで引いちゃえばいいと思う。あ、なるほど。でもこれ結構引くのむずいわ。これで、こうなってるところをこうやればいいのか。もう溜まったもんじゃない。嘘。これでずっと行こうや。はいはい。大丈夫ですか。はい。合ってんのこれで本当に。あ、コーヒーポットある。これ一回降りられるの。あ、降りられるんだ。ちょっとコーヒーポット取らせてもろて。え、本当に？なんかすげえ別ゲーやらされてんだけど今。これ最後までこれでよくないか。犯人ももう車で突撃し終わり。あ、なんかドアがかかってる。ごめんラスティ持ってっちゃった。車のドア。あ、ちょちょちょ、シンプルに下手。もういないね、あの人たち。全員駆逐しちゃった。ここなんか明るいわ。あ、なんかあるかも。ちょっと待って、なんかライフルない？そこ見逃さないよ、これ。これもしっかり弾入ってんのきっと。もう本当に最後の最後まで車乗ってっから俺は楽するよ。ああ、どうも。あ、いた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 。止めてもらっていいですか。ちょっとうちの愛車に潰れ。二人の赤湯があの世に行きな。あ、いるいるいる。よいほら、まだやるか。はい、すごい勢いで奴らがやられていく。はい、これでこうしてこうか。この動きにも慣れてきた。まだ来んの。あかん、これあかんかも。あ、君ももういける？あ、この人はまだいけないの。
あ、いける？いや、あ、いいえ、俺は全員やるよ。ただもうこの車限界かも。これやりすぎた。トレーラーがあってこれは無視してった方がいいのでは。今更だけど。はい、おお、これもういけるよ全員。あいつがそうか、カチカチ君なのか。これで2人ダブルキルして、あかん、あかんくない。この車もう多分廃車確定なんだけど、この先？あ、なんかある。絶対この先じゃないよね。でもこれ爆発して大破でアルマメイクさん終わりみたいなことあんのかな。これバリーの元に行く間にこの車はきっと終わりなんだけど、こっちには行けないっぽいなって。さあ出てこいよ。一人残らずまず引くからな。エルダロッチ。ああ、ここか。はい。こういう、あれ、これってこの先じゃなかったっけ確か。あれ、違ったっけ。なんか上の方から降りてきて、ああ、ついにこれがあるからいけない感じかな。ここで楽しい。楽しい楽しい車は終わりだ。フライトホールズ。フレアガンがあって。フレアガンは何より頼もしい武器に思えた。うん、確かに。これがあるのとないのとで全然違うよね。ああ、フレアガン。ずっとこれ使わせてくれ。もうちょっとこっち側で。あ、こうか。あ、効いてない。あんたに聞いてないのが一番良くないんだけど。これはライフル使ってこう。ナイス。出待ちご苦労様です。フレアガンあと一発で発煙筒のは良かったかな。今の溜まったし。ただどんな敵が来るかって感じだよね。あ、バリーだ多分これ。誘拐犯からだ。誘拐犯からか。この野郎、アリスはどこだ。落ち着けって。原稿をよこせば女房は返してやるさ。簡単だろ。まだいいか。原稿はまだ途中なんだ。仕上げるにはあと1週間かかる。途中？1週間。まだ終わってない。てか何もないんだよ。炭鉱頭で持ってこい。炭鉱跡。場所は調べりゃわかる。そこのビルに正午だ。女房は原稿と引き換えたぞ。わかってるよな。本当にでも誘拐されてんのかな。ああ、分かった。2日でかけるわけないよ。いや、カラスやばっ。何あれ。バリーが言っていた鳥の群れだった。絶対やばいって。あ、また書いてある。ちょっとバリー開けて。開けてもらっていい？何話か入ってきやがったんだ。こいつら変だぞ。普通じゃねえ。普通じゃねえ。あ、入れないんだこれ多分まだ。これ何？あ、いて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 。え、敵はカラス？あ、今回銃とかじゃないんだこれ。ライトで撃退しなきゃいけない。なるほど。この数を？この数は無理だって、さすがに。こういうのでいいのか。この数は無理だって、バリー。さすがに。近づいてきたらこうか。あ、痛いわ。ちょっと手前で使わないと。
あ、いたいたいた。分かれんのね、君たち。うん、そんななんか面白いこと言わなくていいから今。何匹やればいいの？痛い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 。あ、痛い痛い痛い。ちょっとペース速くない？相手も必死ってことか。まだ発煙筒あるよ。もう何と戦ってんだ俺は。あ、もう来ないじゃんそもそも。これ銃で撃たなきゃいけないとかないよね。あ、ちょっと、なんすか、タイミングが分からん、君たち。これで、これで勝ってるの？なんかそんなに食らわんしな。一応倒してはいるっぽいんだよね。バリ、まだ？そろそろ良くない？発煙筒いっぱいあるわ。ここは、ここはアンチだと思ったらアンチじゃないわ。あ、ちょ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 。結構な数やってるよ。結構な数やってるけど。バリ？負けていいぞ。もう大丈夫だ。もう大丈夫だ。多分。ちょっと、バリさん？あら、悪かったな。お前を最高扱いしたよ。本当だよ。いや、よかった。今のでなんとか耐えられたっぽい。バリに誘拐犯に関する聞き込みと地元紙のバックナンバーの計測を頼んだ。あ、ここに帰ってくるの。テレビの画像としてだね、これ。情報が欲しかった。うん、元あったはずなんだけどね。奴の狙いは現行だった。書けるわけねえよな、でもそんな言われて。俺は必死で書こうとした。俺にとって超常現象とは人間心理の比喩であり、小説を書くためのツールに過ぎなかった。それが現実となった今、俺は一文字も書けなかった。はい、バリー・ウィーラー。ローズよ。ローズ、あ、ローズ、あ、なんか原稿見つけたわ。あー、そいつはすごい。原稿見つけた。いい子だ。ブレイクさんと一緒に取りに来て。町外れのトレーラーパークよ。なんか元気なさそう。1時間以内に行くよ。じゃあね。あとでな。ありがとう。あ、なんかまたどうぞ。あ、声が変。いらっしゃいませ。あ、いい子ね。あのババアだ。人形さんみたいになっちゃった。